武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は2016年の立教大学の入試について話していきたいと思います。2016年入試の先立ちまして、2017年の入試についてちょっと変更点がありますので、そこをちょっと話していきたいと思うんですけれども、まずその、全学部の入試でですね、政治経済が使えるようになるのと、あとは物理学、物理ですね、学科で、理学部物理学科ですね、で物理が、科目として、変更されて、出てくるという点が、ちょっと変更ありますので、政治経済、は特にあれですね、立教政治経済と受けられないって思った方々がですね、受けるチャンスできるので、検討する材料になるかなと。で、問題、政治経済今までなかったんで、じゃあどういう対策すればいいのかっていうところなんですけど、立教大学の問題自体は割と他の社会に関しても、オーソドックスな問題で、幅広く、全分野ちゃんと押さえてれば問題ない傾向にはなってますので、マーチレベルの参考書とかを一通り完成で上げて仕上げておけば問題ないかなと思います。では、それぞれの科目の勉強について話していきたいと思いますが、まず英語、基本的にこの英語は文章読解と文法と会話、この3つをちゃんと鍛えておけば問題なく対応できるかなと。で、ただ基本的に立教の入試は全科目に言えるのが高得点勝負、プラス時間制限が割と厳しめっていうところがあるので、時間内にちゃんと全部解き切る、練習をしっかりしておくこと、こちらが、要点となります。文章そのものの難易度は、そこまで高いわけじゃないですが、分量そこそこ多い、のと、ミスれないっていう点を考えると、マーチレベルの参考書ちゃんと完成度上げてやっておく、ことはしっかり やっておいた方がいいでしょう。さらに会話がちょっと取れないなって人は会話専用の参考書追加でやっておくと、いいかなというふうに思います。英会話問題のトレーニングなのですね、Z 回の。はい。では、続いて数学、ですが、数学は理系の、学部でですね、理学部ですね、に関して、複数平面、進化系対応で早速出てきました。それ以外に関して、大きな変更は特に、大問の上下、数の上下などはありましたけど、トータルの問題数はさほど変化はないので、傾向そのものと関しては、歴代の、これまでの過去問と、おおむね変わらず、マーチレベルの参考書をちゃんと仕上げておけば、問題なく対応できるかなという難易度にはなっています。で、数学に関しては比較的、ただ理系の中ではちょっと他のマーチと比べても若干難易度高めかなというところはあるので、標準の問題の中でも、基礎のところだけじゃなくてちゃんと発展レベルの問題もしっかり仕上げて、解けるように仕上げておいた方がいいかと思います。はい、で続いて国語についてですが、国語もマーク主体で、記述が一部、入るような形ですね。で古文、までか、漢文も使うかなどは、学部、学科によっても違いますが、全体的に、難易度として、特別高い、問題が出るわけではありません。ただ時間内にちゃんと全部解き切る、言語間それぞれ苦手を、出る学部によりますけれども作らない、ここが、コツになるかなというふうには思います。なので、基本的にはマーチレベルの参考書をしっかり対応しておく、で立教の形式に合わせて記述なども、大して長さはないので、それに書けるようにしておくというところを心がけるようにしてください。はい、続いて社会ですが、社会も基本的な傾向は大きく変わらず、ただ一部の学部で日本史で資料問題、が、結構大問、全てに出たりとか、あとその世界史でちょっと美術、写真問題みたいなものが出たりという形で、ちょっと傾向が変わった側面はなくはないんですが、ただこれは一般的な問題集をしっかりやっておけば、網羅できるレベルの範囲なので、よほど例えば一問一答しかやってないというような形で特化してない限りは、まず間違いなく触れる、レベルのものではあるかなと思います。なので、ちょっと対策が偏ってて暗記しかやってないよみたいな場合であれば、例えば資料問題の一問一答やったりとか、資料集とか用語集使ったりみたいな形で基礎知識を入れるっていうことはやっておいた方がいいかなとは、思いますが、標準的な問題集一通り仕上げて、それに付随する、講義系だったり、資料集だったり、用語集、このあたりちゃんと、合わせて使っていれば問題なく対応できるレベルかなというふうに思います。で、地理に関しても、論述で一部、ちょっと難易度高いのが、出ることはありますが、一般入試向けセンターだけじゃなくて、ちゃんと一般向けの問題集もやっておけば十分、対応できる、難易度かなというふうに思います。で、追加される政治経済については先ほど、申し上げた通りですね。
まあ、といった形になってます。まあ、立教自体はですね、全体的に、完成度重視、プラススピード、重要な、試験なので、いかに取りこぼさないか。で、取れそうなところを諦めずにちゃんと取れるかっていうところが非常に大事になってきますので、実際過去問とかやり込みするときもですね、まあ、ここは無理だろうって問題がどれだけあるかと。で、それ以外の部分は基本全部取るつもりで、で、時間内にそれを終わらせるということを徹底的にやるように心がけてください。以上が立教大学の対策となります。